フレッド・トーマス・セイバー・ヘーゲンは、アメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家。代表作は、人類と自律機械の戦いを描いた、バーサーカーシリーズ。ドラキュラなどの吸血鬼を、主人公とした、吸血鬼物の,の小説のシリーズも書いており、各戦争後の神話的魔法世界を描いた、東の帝国シリーズや日本語訳のない、ファンタジー小説のシリーズなどもある。 2007年6月29日、ガンのためアルバカーキで77歳で死去した。シカゴで生まれ育った。朝鮮戦争中はアメリカ空軍に勤務。1958年から1962年までモトローラでエレクトロニクス技師として働いた。30歳の頃真剣に小説を書き始めた。デビュー作は1961年にギャラクシー史に掲載された。 ボリュームパーピックスである。バーサーカーシリーズの最初の短編、宇宙要塞は1963年に発表された。翌年、諸女長編ザゴールデンピープルを出版。なお、チスの達人でもあり、作中の戦闘も、また頭脳戦の要素が強い。1967年から1973年まで、ブリタニカ百科事典の編集者として、SF 関連の項目を執筆した。 その後、専業作家となる。1975年、ニューメキシコ州アルバカーキに移住。1968年、作家仲間のジョーン・スピッチと結婚。二人の息子と一人の娘を設けた。2007年7月29日、アルバカーキにて、前立腺癌により死去。ありがとうございます。